王鵬、ボラス、藤波慎太郎に多数の面会希望。阪神からポスティングシステム、入札制度でメジャー挑戦を目指している藤波慎太郎投手、28歳について代理人を務めるスコット・ボラス氏、70歳が今後の見通しを示した。多くのチームから面会の希望を受けている。実際に入札する球団は1-2週間で分かるだろうと明かした。藤波は主に先発投手として阪神で10年間プレー。ボラス氏は、彼は先発を望んでいると思うが、多くのチームが先発とリリーフの両方で興味を示していると語った。メジャー契約ありそうなん。安いから失敗しても大してダメージないしな。代理人、ボラスなのかよ。大谷のライバルです。100マイル投げれます。奪三振王です。大谷と双璧って言われてたから、いい時の映像を見せれば騙されるだろうな。大谷輩出国から来る。大谷のかつてのライバルやからな。有原輩出国かつ井川輩出球団から来る男でもあるが、アメリカンドリームを掴んでいけ。失敗したってまた日本に帰ってくればいいだけの話や。高給取りじゃないってのも話がしやすい理由なのかね。億どころか直近の年俸が5000万未満でメジャー挑戦した投手とか最近おったって。ボラスならそれなりの契約結んでくれるやろ。ハムの大谷に比べ藤波をこんなにした阪神は土下座もんだな。どっかの保存療法と違ってメジャー行く手前なんだけど。才能ないのを球団のせいにするなよバカが。安いだろうしがちのローリスクハイリターン物件やろ。これでもかと大谷と対決したり、大谷と映ってる映像を編集したんやな。さすがは敏腕ボラスや。大谷のライバルと売り込んでくれて、高く売れたらええな。報復支給要因やろ。